はい、どうもこんにちは。小林隆史です。今日もね、トレーニングをしているところを見ながらね、ちょっと喋っていこうかなと思っております。今日はね、背中と腕をやろうかなと思って。最近暑いじゃないですか。それでなんかね、週3ぐらいでね、ジムに行こうと思ってるんだけど、どうもね、週2回行ったぐらいの時にね、だんだんくじけてくるんですよね。暑いし、今日はいいかみたいになってくるんですよね。そういう時に犠牲になるのが、ちょっと背中と腕っていうのがありましてね。僕今上半身中心に鍛えてるんで、そうすると肩と胸だけやって終わりになっちゃうってことが多いので、今週はちゃんと背中と腕もやろうかなということですかね。はい、だんだんとなんか前ばっかり鍛えることになっちゃうとね、なんかバランス悪いのかなと思いまして、背中を頑張っておりますということですかね。はい、そんなわけで、トレーニングの動画、その A 自体はね、別に何がどうってことはないので、また全然別の雑談をしていこうかと思いますけど、あれだね、もういよいよ、明日の6時、18時ですね、に、ウォンテッドの、最初のウェブコンテンツとして、トークショーというかね、2人で、Zoom でおしゃべりしているトークの番組が、配信されることになっておりますんで、まだチェックしてない方、ぜひね、チェックして、明日の6時からとはいえ、そのチケットを買っていれば、3日間かな、ずっと見れると、8日の夜まで、ずっと見れますので、もちろんいつ見てもらってもいいし、繰り返し見ることもできますよというようなことだと思いますので、ぜひとも、ワンテッドのホームページやツイッターとかね、チェックしてもらって、僕のツイッターにもね、リツイートを出して、告知をしておりますので、そちらもよろしくお願いいたしますということですね。とにかくね、まずはそちらなんですよ。とりあえず最初の動画というか、いうことなんで、この後もね、なんとかこう継続的に何かしら動画を出していくぞという気持ちで、徐々に動いていってるところでございます。これがね、オープンになって、次は2本目をどういうふうに作っていくかということになっていくわけですが、そちらもお楽しみにというね、プロローグ的なものだと思っていただければと思いますので、よろしくお願いします。そうですね、あとね、立て込んでまして、あさってが、僕ナレーションを務めました映画のね、私たちが生まれた島っていう映画の、なんですか、公開の記念トークショーっていうんですかね、が、あさって日曜日の方ですね、に、行われることになっております。劇場で見てると、ズームの画面が出るのかな、みたいな感じだと思うんですが、そうですね、そちらも、ズーム大活躍ということになってますね。結局のところ、直接会えないとか、直接顔を見せてあげられない時に、使うのが、なんか流行りとしてもそうですけど、ズームっていうことになるっていうね、ところはあるんですけども、逆に言うと、こんな事態、今しかないかもしれないと僕は思ってますよ。ちゃんと世の中は、対面で、エンターテインメントを届けられる世界にもう一度戻ると僕は信じてますのでね、心配はしていないんですが、だからこそ逆に今はね、特に地方のお客さんとか、遠くてなかなか行けないよという方もいらっしゃると思うんですよ、ウォンテッドなんかね。だからそういう人たちが、噂に聞いてるけど、2人で何やんだかよく知らないんだよねって、行ったことないんだよねっていう方とかも、ウォンテッドのコンテンツに触れていただいて、この2人がね、こういうことやってんだなっていうのが、なんとなくこう見えてきたりとか、じゃあもしまた、復活して、生で舞台が見れるようになったら、今度は行ってみようかなというふうにね、やっぱりどこかでもう一度会いに行くっていうことにつながるようになったらいいなっていうのが、やっぱり、僕にとってはその大事なことですね。はい、こういうコンテンツに切り替えて、僕たちはこれからはやっていくんですみたいなことでは、僕にとってはやっぱりないのでね。なんだかんだ言って、どこまでも、生だとか、そうですね、実際に近くで笑い声を聞きたい、みんなに笑ってほしいというのは、耐えることが僕の場合はございませんので、そういう未来を、いつ訪れるにせよですね、
そういう未来のためにですね、みんなの、僕たちそれでもなんかやってるよっていうことがね、ちゃんと届いてるようにはしたいと思って、このコンテンツをね発信することにしたということもありますからね。はい、でもまあ先のことは読めないですから、いつそういったなんだろうな、生でみんなと会える日が復活してもいいように、こんなにトレーニングしてますって関係ねえか別に筋肉をつけることと生で会うことは関係ないんだけどまあ元気なね状態でいないといけませんからね、何しろね、それはあるよな、旅させないとかね、そういう気持ちでは、いますよね。別に戦うつもりで鍛えてるわけでもないんですけどね、まあなんていうんですか、まあ、キープなりね、体力をますますつけて、いざという時、これからねまたハードにみんなに会いに行けるかもしれないし、まあ、その辺のそうなった時にね、ヘロヘロにならないような自分を作ってるんですかね。まああとはただの趣味ということがあるんですけどね、まあまあ趣味は趣味でいいじゃないですかって思うわけで、楽しんでやってたいななんて思いますね。はい、そのわけでね、今日はまあ結果としてウェブコンテンツ、ウォンテッドのウェブコンテンツの話と、まあ明後日の、Zoom のトークショーの話と、まあ、トークショーが続くみたいな感じですね。連日トークショー収録そして生という感じですね。はい、というわけで、チェックしてくださいね。バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。